愛媛の大西選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございました。準決勝戦は前が緩んだところをすかさずかましていきましたが、振り返ってはいかがですか。まあ、初手のスタートの段階からいろいろお互いの心理戦があったんですけども、自分としては珍しく競輪ができて、赤番の付近もそうですし、多少杉の勝負どころも自分らしくない競輪ができたので、いいのかなって思います。連勝での勝ち上がりということになりますが、改めて足の感触というのはいかがですか。はっきり分かんないっていうのが第一印象です。さあ、そして決勝戦ですが、大西選手の位置はどこになりますか。はい、同県の吉岡君の番手で頑張ります。それでは最後にもう一言、決勝戦に向けての意気込みお願いいたします。はい、慣れない番手戦ですけども、しっかり頑張ります。よろしくお願いします。福岡の那須久幸選手です。2日間走ってみてどうですか。はい、体調はすごくいいですね。いや、今日も良かったですけど、初日良かったですよね。7番手ですから。ちょっと初日はできすぎっていうぐらい伸びました。で、明日はじゃあもう、そうですね、準決勝同様、前田君の番手に。まあ、順位も強かったですよね。そうですね、最近特に調子いいみたいなんで。じゃあ、輪に一言お願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援お願いします。3番宮城の星名選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。連日果敢な競争のように見えますけれども、2日間振り返ってみてはいかがですか。まあ、2着に残れてるんでいい方だと思います。やはりこの準決勝戦に関しては後ろにはまられてっていう形になったんですけども、そこからのこの2着というのは非常にこのご自身の中でも大きいところもあるんじゃないですか。そうですね、やられると思いましたけど、なんとか持ってよかったです。さあ、そして決勝戦ですが、動ける選手が揃いましたが、どう戦っていきますか。どのラインも強いんで、いけるとこしっかりいかないとっていう感じです。それでは最後にもう一言、決勝戦に向けての意気込みをお願いいたします。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。4番愛媛の吉岡慎太郎選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。連勝での勝ち上がりとなりましたが、お気持ちはいかがですか。前回に引き続き、連勝できたんで、かなり、調子は悪くないと思います。本当に連日積極的にレースを動かしている印象があるんですが、そのあたり改めて振り返ってはいかがでしょうか。そうですね、なるべく長い距離逃げようとは、いつも考えているんで、それが結果的にいい成績に結びついているのではないかなと思います。さあ、そして決勝戦ですが、メンバーで揃っての印象はいかがですか。そうですね、四国が一番ラインが長くなったんで、そのラインの長さを生かせれるようにしっかり頑張りたいと思います。責任のある位置を任されました。改めてどんな戦いを見せてくれますか。主導権取れるように、でなおかつ自分も、確定版に残れるようにしっかりかけていって頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。静岡の柏木慎介選手です。2日間走ってみてどうですか。今日は後ろのプレッシャーもありとても疲れました。で、明日は星名君の初日と同様に行きます。星名選手出しいいですね。そうですね、初速じゃなくてそこから伸びる感じで。あ、そうなんですか。はい、非常につきづらいです。そうなんですか。はい、でも逆に言えばついていけばチャンスですよね。そうですね、初日のリベンジしたいと思います。はい、じゃあファンに一言お願いします。気楽にいけると思います。はい、コーチの阿部勲選手です。2日間走ってみてどうですか。もう2日間自力選手みたいに足使ってしまいましたんで、もうの足残ってないです。なんか敵は風ですよね。皆さん言ってますけどね。風もありますけど、前の自力系が強いんで、もう精一杯ついていきます。で、明日は愛媛勢の3番手。3番手ですね。調子いいですよね、関根選手もね。そうですね、前の人強いんで。はい、じゃあ決勝の意気込みお願いします。応援お願いします。鹿児島の前田義和選手です。2日間走めてどうですか。そうですね、先行できて今日も逃げ切れてるんで足の感じはいいと思います。で、後ろの那須選手がいるとかまたいいですよね。那須さん相当後ろで気合入ってたんで。あ、そうでしょう。それも伝わっても僕も気合がかなり入りました。初日も7番手が1着ですからね。さあ、もうじゃあ明日は那須選手の後ろで。前で。あ、前ですね。はい、僕が前で。じゃあ後ろ座選手一言。前田だよ。明日は前で、前田だけに、前でしっかり頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。